手をつくぞ。やる気スイッチオンにさせるまでが俺。クオリティと技術力を植え付けさせるのがお手。今のこの行動が正しいかどうか分かんないけど、俺は信じてやり続ける。ケビの人生が見えた今。どんな人生だよ。頑張ろうぜゆりさん。最悪です本当に。さあ始まりました。せーの、星野くん。いや、まさかのなんすかこれ、二人だけって。いや、初じゃない二人。なんすかなんすか。いや、でも一回ちょっとゆうりさんとやりたかったよ、これは。おー、いいね。日本で一番大きいお店の支配人二人で、支配人っていう立場だからこそ見えてる世界とかやっぱりあるんじゃないかなと思って、ゆっくり二人話したいなっていうふうに思ってたんですよ。なるほど、はい、そんなこと思ってくれてたんか。いやいやいや、いいやつだな、お前は。ちょっと誘ってくれるくせに、ゆうりさん、ちょっとカメラ入れちゃおうかなと思って。なるほどね。もう普通にこう、二人で飯行こうかなと思って、腹減ったし。あ、いい、うん、めっちゃ俺ちょうど腹減ってたんだよね。そうそうそう、そういう感じです。今日はラフに食いますか。そう、え、てかゆうりさんおすすめないの、なんか飯屋みたいな。飯屋、前回板前行ったから、うん、じゃあ今日俺がね、よく行くお寿司屋さんあるから、そこ行こうか。あー、行きたい行きたい行きたい、行こう。じゃあ行こっか、うん、そこ行こう。うん、あ、でもメネギは食べないで。え、メネギオンリーで。メネギオンリーはやばいよ、さすがに。敵なんで、本当にオトヤの。はい、これでオトヤが倒せます。あー、メネギ、メネギ、オトヤの倒し方、メネギで倒します。やめてください。まあまあまあ、そんなことはともかく、二人で行きますか。行きましょう行きましょう、はい、じゃあちょっと行ってくるんで、行ってきます。レッツゴー。来ました。はい。え、ここめっちゃいい。いいっしょ、場所。さすがゆりさんのおすすめ。歌舞伎寿司。歌舞伎寿司、ちょっとじんわりとしてます。特製にいい発火ってますか。お、前菜3品、汁も。いいね、いいね、いいね。じゃあこれで。あ、はい、特製にぎり8貫。特製にぎり、はい、2つで。わさびを、わさびを入れてください。勝ち盛りで、勝ち盛りで。うん、あと、上がり2つ欲しいです。え、あの、メネギってあります？メネギ、はい、ないです。ありますね。俺の敵やん。いや、オトヤを倒すためにはメネギが必要ということで。どういうメネギ2貫お願いします。メネギ2貫単品で。単品で、単品でメネギ頼むとこある？いえいえ、なすメネギ2貫、はい、って大丈夫ですか？オトヤメネギ嫌いなんで、明日これでオトヤが腹下して出勤できなくなったら俺がラッソン取ります。特選メネギってないですよ、特選メネギ。あの、メネギもモリモリで、カチモリで。前回の撮影からさ、なんかメネギめっちゃ嫌いキャラみたいな感じになってるから。いやいや、自分で倒し方で。あれ、俺別に嫌いではない。じゃあメネギオンリーに。メネギオンリーではないけど。じゃあ今日メネギ、じゃあ、あのさ、1個食う分には別にいいんだけど、あの数のメネギめっちゃ気持ち悪かったじゃん。さ、なんかさ、オトヤってなんか肉食っぽくないじゃん、見た目。草食だからちょうどいいんじゃない。肉食なの、本当に。その見た目で、ね、本当にその見た目で、ね。一緒に雑草食おうぜ、本当に。この間普通にさ、勢いで飯行こうぜみたいに言った時、めっちゃさ、結構いい話できてる。いや、あれ、あれってなんか、なんつうの、ガチの悩みだ。悩むとおりじゃん。ゆうさん、今もう悩んでないの？別に何かに対して悩むとかではないんだけど、考えることが多くなった。支配になって、うん、なってっていうか、最近余計に。なおさらだって、一回さ、俺たちってあのチーム解体されたじゃん。ああ、確かに。チームが解体されてからのなんかまた戻ってみたいな。え、うまそう。え、うまそう、いいよね。あり、ありリムダウン、ジュレジュレイ、プリ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 ミドル。食べますか。とりあえず俺たち支配人なわけじゃない。俺たちはただ売り上げを上げるだけじゃなくて、もっと下のレイヤーたちが育ってくれないと、まず店が成り立たないっていうか。俺たちってさ、フルカフェではないけど、まあ、お手屋とか新しい方だけど、仕事できる方じゃん。だから支配に逆職もあったわけじゃん。まあね。それでなんつうんだろう、まあ結構さ、オトヤよりも長いレイヤーとかがさ、なかなか成長速度が遅かったりすることが多いじゃん。まあね。だからこそ、まだそこのレイヤーたちを俺たちが見なきゃいけなくて、
どう思ってんだろうね、あの子たち。なんか実際さ、後から入ってきた俺にさ、ポンポンポンって言われてさ、長いメンバーでやっぱりちょっと良くないって思ったりも絶対おるやん。うん、逆にね、向上心があれば後から入ってきたやつに言い方悪いけど言われるのムカつくって俺だったら思っちゃったりだから。ああ、やっぱりそうなんだ。そう思ってくれたらいいんだけど、なんか素直に聞いて、はいはいはい、そうですよねって終わっちゃってない？俺からしたら全部が全部こう敵対してるとおおって思うけど、逆にその言われっぱなしでさ、もうはいはいってなっちゃってるのもそれどうなのって思ったの。めっちゃ極端かも、なんかそういう人たち。我が強いからこそそのまんまなのかなって思う。いや、なんかこれでいいって思ったらさ、もう先ないやん。でもさ、やっぱりもっとやるってさ、やるからにはさ、何もかも捨てないとホストがさ始まらなくない？あ、でもそれはまあマジでそう言ったらそうだよ。全員がそうじゃないのかもしれないけど、正直さ、今売り上げさせてるけどさ、去年初めて俺1億円で売って、去年ゆりさんに会って、で今2億ぐらいのベースでさ、お二人でいてさ、その世界になって初めて見えてくるものってあるやん。そうだね。でもさ、そこがさ、見えてないことそもそも分からないじゃん。だから俺らが何をしてるのかとか、多分さ、何を思ってやってるのかってさ、分かる子は分かるかもしれないけどさ、分かんない子はもう何言ってんのこいつらの状態になって、一歩二歩先まで行っちゃってるじゃん俺たちが。でも分かるわけがないもん。それは分かるわけがないんだね。彼たちにどう寄り添うかって言っても根本的なことができないから、ただプライドが高くなっちゃっただけで、でそこそこなんつうんだろう、ヘルプとかで疲れたりとかして、変にそれが定着しすぎちゃってる。それでいいみたいな。俺はこれでいい、これでいいになっちゃってて、で多分彼たちも分かってるっちゃ分かってるんだよね、なぜ俺たちはこうなのか分かってるけど、そこに居心地の良さを感じちゃってる気がするんだよ。それがなんか成長の妨げになっちゃう。だけどそういう彼たちでやれよって言われて、彼たちは今なんかそれで満足しちゃってるから、それがない気がする。それをどうするかなんだよ。それができないから、なかなか俺たちがまたチームで持ったところで気持ちの違いが出ちゃってるんだよ。そこに何を伝えていいか、意外と長いんじゃないよ、そんなに。やばいな、マジで。音やは事細かく人を分析しながら伝えるタイプじゃん。うん、俺は気持ちを植え付けさせるみたいなことをもうストレートにバーってこう言えるところがマジで俺と全然違うんだけど、うん、あれむしろ全然いいなって思ってて、だからさ、俺思うんだけど、俺はさ、彼たちに火をつけなきゃいけないから、音やみたいに理系に話せるわけじゃないから、だからまずそこのマジで本当に結構俺パッションとかノリとか結構言ってるけど、それが大事になってくるんじゃないかなって。なんか下手な言葉とか必要ないのかな。でもゆりさんにはそれがなんかいいっていうか、それが合ってるよね、なんか、うん、でも俺もゆりさんからめっちゃ学ぶところめっちゃあるから、ゆりさんのファッションみたいなところめっちゃ大事やなと思って。俺もたまにファッションになるから。じゃあもうおっと、おてやのファッション見てみたいな。たまになる、だからほんとたまにやる。金メダル、金メダル、いえ、寒いね、マジで。今旬でしょ、だって今旬なの。うん、あ、炙ってうまい、うまっ、うまい、ちゃんと美味しいね。ちゃんと美味しいっしょ。俺が火をつける役割で、火がついてきた人間たちが増えてきて、もっとやる気になれば次に音やるんだよね。俺はまず彼たちのその腐った根性を叩き直さない。火をつけて、ポッて。でもね、俺結構昔から優しいというか寄り添ってくれるというか、なんかその従業員に対して何を思ってるの、どう思ってるのみたいなちゃんと聞いて気楽に出してたんだけど、最近全然違うんだよね。なるほど。なんかお前っつってオラオラじゃないけどゴリッと言うような感じじゃないとちょっと。まあでも音やでちょっと極端でちょっと怖さがない。あ、それわざとよ。でも、うん、怒ってんのって時あるからめっちゃ恐ろしいみたいな。だからそれが多分ね、彼たちからしたらちょっと耐えきれなかったりするところがあるかもしれない。ああ、それね、でもね、わざと。でも俺は正直これが正解なのかどうかがわからない。ああ、なんか寄り添うは寄り添うんでも、寄り添う側からちょっと怖いなこの人、近寄りがたいなの状態を作った方がいいのかなと思って。ああ、もうそのなんていうの、共感じゃないけど、それは舐められない。
ためには必要なの、ね、このここまで行ったらまずそこなのかなっていうようになったからその優しいみたいな感じのからそっち側にするようになった俺、うん、だから最近なんかよくわかんないサングラスとかつけてなんかミオさんみたいな感じだった最近なるほどね。簡単に言えば彼たちは慣れ合いすぎちゃってる。あ、まあね、うん、俺たちってさ複視人からのレイヤーって自分の上を見てライバル視してそこと戦い始めるじゃん競争し合っていく。だから前の右京さんと蓮さんみたいなそういう関係がもっとうちの店に伝染していってくれたら俺はいいなと思ってて、ね、俺も最近までなかったんだよ、うん、それがオテアだったから俺一人で支配人で次の人がいなかった。だからオテアがいてくれたことによって俺もなんかもっと気持ちがねそこでなんか変わることができたっていうか。あ、でもね、それは燃えた、めっちゃ燃えた。それはね、でも俺めっちゃ意識してたよなんでかって言ったら、まあ、ゆりさんがそういう風にライバルに思う人がいないなっていう風に思ったっていう風に1年間去年ね、感じたのもそうだし、うん、最初にこう、ユグドラシルっていうグループがバーって有名だったやっぱりウキョウさん、レンさん、ミオさんたち、あとはマオさんとかさ、マーフーさんとかがこう引っ張ってたじゃん。でそれがさ、強い風靡して、じゃあ次って何があるのってなった時にさ、なんか微妙だなって思われるんだよね。だから星島くんも、メンバーバーって変わって初代の方が良かったなとか意見とかめっちゃあるわけじゃん。あるね。だからそこをどうにかしていくのって結局俺らだと思ってるのね。まあ上の人たちが作り上げてきた基盤をね、俺たちが踏み潰しちゃいけないんだよね。だからさ、俺さもうでも、ね、より良いものにしなきゃいけないんだけど、そうマジで俺そこが絶対にどうしてもなんか落ちたなっていう風に思われるのだけが本当にある。だから売り上げもそうだし、そのメディアとかもマジでちゃんとやっていかないと、なんか要は独占のさ、ファーストシーズン良かったけどさ、セカンドシーズンからやっぱ初代だなみたいな感じに言われてるとか、あるよね、マジで。そう、なんかそういう風になっちゃうのが俺本当に嫌なんだよ。独占古いな、独占とか、時代感じるな。あと何、これクローズ、あ、クローズ、クローズでもいい、クローズでもいいし、そう、花壇とかでもいいし。へぇー、花壇世代なんだ。やっぱこう、最初は良かったな。最初は良かったって。花盛りの君たちでもさ、なんかね、変わったじゃんメンバー。やっぱり最初が良かったなとか言われるのがまあしょうがないんだけど、でもこっちはこっちでいいなっていう風にやっぱ思われなくてダメだなって思って。逆に星島君は俺たちが作り上げましたくらいの勢いじゃないとね。あ、そうそうそう。じゃあ今後どうしていきたい。先の人たちが作ってくれたその感じを俺らはそこをありきで出演させてもらった部分があるから、今度は作り上げてきてくれたものがあるから、今度は俺らがさらに作り上げていかないで、新しい事業員たちをそれをきっかけでまた知ってくれるような人たちを増やしていかなきゃいけないと思ってて、俺らが作り上げるって言います。俺たちだけでなんとかなるもんなんですよ。いや、むずい。でも俺たちがやろうとし、自分でやろうとしなければ多分進まないと。そうなんだよね。まず俺たちがやってみせなきゃいけないんだけど、だから俺めちゃめちゃ思ったことがあって、まず俺らが大きくしていくためには俺たちの右腕となる人材が必要なの。ああ、そうだね。なぜなら自分の右腕ってこれから作り上げるからこそ新人なわけだろ。で、その子を育てればその子が周りの刺激になると思う。で、それがどんどん伝染していくことによってこの店はもっとピリッとした、逆にいい、まあ、そうだから、いい意味でピリッとした、ね、あの空気感ができると思ってるから、ね、上がってくれるとめっちゃいいよね、うん、そこなんで一番大事なもん。伸びる子って伸びるからさ、うん、その子たち見ちゃうと伸びにくい人たちに対して何でできないのってなっちゃうわけじゃん。それに対してもう諦めちゃったりしない？最近俺も諦めちゃうんだよね最近。それが悪いとこで、この子はゆったりと見てこうとか、でもこいつには厳しくってなっても、確かに温度差って変えた方がいいかもしんないんだけど、そうじゃないんだよね。そいつに合ったっていうかもしれないけど、まず根本的な中身をぶち壊してから、そう、新しい中身を植え付けなきゃ。彼たちって、いや、そこゆりさん得意だよね。バツンってぶっ壊してから自分色に作るのはめっちゃ得意で、で、俺は今あるのにプラスプラスってやってくるのが多分得意だ。そう、だからこそ最初のきっかけを作るのが俺って感じだ。だからそれをしなきゃいけない。俺がきっかけを作るの、バツンぶっ壊してやる気スイッチオンにさせるまでが俺って。クオリティと技術力を植え付けさせるのがオケ。で、支配人でもこうやることを、あ、そう分担してるわけ。そう。俺がぶっ壊す、オテアが植え付ける。だから俺が壊してオテアが作る。よくない？すごくない？あ、でもまあその逆に合ってるよ。これが理由かなっていう。まあ一理ある。めっちゃ中トロ来たよ、食べたいの。中トロでーす。うまっ。本当に
たはずなんですよ、あれ。ということで、大戸屋のことを楽しみに僕が来ました。いやもういやちょっと来てたのよ。今日のメインだと思ってるんですよ。だから一番最後に来たんじゃないかなと思ってて、これを大戸屋とあの食べきって今日終わりにしたい。なんかもう気持ちいいね。もう帰ろうこれ食ってな。いやだからさ、一番最後に来るこれ何？これメネギです。しかもいつものメネギってちょっと違ってクオリティの高いメネギなんで。そうなのよ、なんかちょっと髪の毛生えてるような。え、すごいんですよこのメネギ。なんかね、え、なんかわかるかな。そう、え、なんかみずみずしいんですよすごく。いや、もうさっき撮りましたみたいな。嫌いじゃないんだよ俺別にメネギ。嫌いじゃないの？嫌いじゃない、嫌いじゃないけど、もう食べましょう、はい、イエーイ。いただきます。うまっ、うまいな。笑顔の声を持った。メネギだわ。ありがとう、誘ってくれて。いやいや全然、俺らが上に上がってって見えてくる景色っていうところはあると思うけど、そういうところも染めたいなと思って。普通に俺らが生きてきた証として死んじゃうみたいに。とりあえずさ思うのが、スピード感も大事かもしれないけど、ゆっくりゆっくり変えていけばいいかなと思ってるね。みんなは周りはスピード感を求めるかもしれないけど、彼らたちに定着させなきゃいけないから、そこは時間かけても俺いいかなと思って。いやだから全員ヤグダラシルに入ってよかったっていうふうに思ってほしい。まあなかなかそれって難しいことだけど、それができるようになるまで時間かけてやり続けるしかないから。従業員も女の子も全員ヤグダラシルに行ってよかった、俺と出会ってよかったって思わせたい。俺はプライドが高いから。まあとりあえず俺も明日からみんなぶっ壊しますか。まあそれがね、結果それでよかったっていうふうに思ってくれたら OK だから。それからのお手に全振りします。でそれでまた俺と関わってよかったって思ってくれたら俺は OK だから、今のこの行動が正しいかどうか分かんないけど、俺は信じてやり続けるしかない。来年のが楽しみだね、どう言ってるか。俺はもう自分が信じた道をやり続けるしかないから。ずいぶんかっこいいこと言ってる。え、マジでそう、本当にかかってこいよ。分かんねえんだよ、でも見下ろしてやるから。正解だ、どうか分かんねえんだよ。かぶして飲め。本当に嫌だ。分かった。じゃあ俺負けていい。カブシだけはやめて。うわー。カブシってちなみにどういう感じで出てくるの？あれ、ひねったら出てくるよ。おちょこ。あ、じゃあ、蓋ください。マジで言ってる、本当に。うわー。匂いが出る。あ、これやばいよ。なんかね、ヘビの人生が見えた今。どんな人生？本当に、うわー、なんかや殺、なんか殺しにかかって殺されたみたいなもんだよ。頑張ろうぜ、ゆりさん。最悪です、本当に。では、語り明かしていったということで、また定期的に僕らの見えてる世界とか、知らな部分を話してる場所をね、見ていって、ゆぶたらしの本店が大きくなるにつれて、僕らの成長をね、裏側まで見届けてほしいなというふうに思ってます。はい、思ってます。思ってます。以上、丸。以上、丸。以上、丸。オッケー、丸。じゃねー。でも、めっちゃいい時間だった。またやろう。それな。はい。それでは、次回の放送もお楽しみに。